はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。充電のサインが出てますね。よいしょ。はい、調査オンラインでございまして、これは23日昨日ですね、16時48分に出た記事でございまして、中足連休秋の夕とか夕方の夕ね、日本語でこれないですよね。日本語読みすると秋夕ですけどね、向こうでは中足というそうで連休なんですね。中足連休、韓国人の海外旅行先はトップ5のうち3つが日本都市とということでございました。福島原発処理、原発汚染処理水問題、処理水放出問題が続く中、めんどくさ、ただの処理水って言うたらええのに、ほんまに。目前に控えた中足、今年は9月29日、来週ですか、今週金曜日ですね、連休で韓国人が旅行したい海外都市、上位5位のうち3つが日本の都市という調査結果が22日に公表された。世界的旅行サイトのブッキング .com が自社のサイトで韓国人が宿泊先として検索した都市を集計して、分かった。そんなこと集積すんの韓国人が中足連休に最も行きたい都市は日本以外ではフランスのパリが2位、イタリアのローマが5位だった。ブッキング .com は記録的な円安が最も大きく影響したようだ。昨年の中足連休と比較すると日本の都市ランキングが高くなったのが目につくとコメントをした。昨年の中足連休に実施した町内調査では日本の都市は上位5都市に1つも入れなかった。まあ、そうぐちゃぐちゃは取りまして、ですね、実際にどこが入ったんやというのは書いてないな。もうダラダラ書くんですよね、向こうのと。なんていうか、記事は。あれ、日本のどこの都市って書いてないですね。まあ、東京、大阪、福岡ですか、あるいは札幌ですかね。はい。今年の8月はですね、コロナ前の水準を回復していると、これは59万人だそうですね。はい。59万に迫る人たちが来ているということらしいですね。年間にするとですね、年間換算と70万人を超えますね。まあ8月シーズンでしょうけどね。まあまあ、まあ別にね、来ていただくのはいいわけですし、あれをね、ルールさえ守っていただければ、まあお隣さんそんなルールがこうマナーが悪いというイメージではないですよね。ただあんまりお金使わないというイメージがありますね、お隣さんは。スーパーの賞味期限切れのですね、弁当を買ってくるとかね、何しに来てんにゃ日本へと賞味期限切れの食品の始末に来てるんですか、あなたたちはとまあそんなところはありますけども、やっぱり日本に来たがるお隣さんの方ってものすごい多いですね。年間ね、昔は700何十万人来てたんですよ。ほんで、お隣さんってね、5100万人なんですね。5100万人のうちのですね、700何十万人って来てるわけですね。つまり7人に1人が来てるという。まあもちろんね、2回3回来る人がいますからですね、実際にはですね、8人に1人とか9人に1人ぐらいなんですけど、それでも多いやんと。日本人の割合にしたらですね、日本人の10人に処理が行きますとですね、1200万人ということになりますね。日本はから向こうはそんなに多く行ってないわけですね。全然、そのわずか100何万人とかそんなですね、年間に。行ってて200万人だったかな。つまりこのですね、関心のあるいは興味のですね、非対称性ってあるわけですよ。向こう人は日本に来たーって来る人いっぱいいる。日本人は韓国だとか言って行ってる人もいますけどね。
何度も言いますけどね、あ、私は1回しか行ったことないですけど、まともにはね、あ、2回行ったかな、まともには1回しか行ったことないんですけど、1回トランジットで外へビッと出してもらったことがありますね。あの、別に何か楽しいものではないですよ。で、その歴史なんたら村とかでも連れてってもらいましたけど、その反日施設ではなくって、もうほとんどレプリカですからね。ああ、しょうもなっていう感じで、ふんっていう感じで、あの、街並みにも別に趣があるわけでもないしですね、むちゃくちゃ安いわけでもないし、そう、美味しいものがいっぱいあるわけでもないし、何かを感じるということはほとんどなかったな。地下鉄乗って歩き回ってましたけど、そうですね、彼らが日本に来たらね、それは楽しいでしょう。歴史的建造物は日本にはいっぱいあります。京都なら鎌倉なんか行きゃいっぱいありますよね。ああいうの向こうないんですよ。あの、後で作ったね、レプリカいっぱいありますよ。だから昔のですね、新羅の都市を再建とかっていうレプリカがあるんですけど、写真で見ててこんなん残ってるわけないやんと思ったら、やっぱりレプリカなんですね。ほんでほとんどなら記録も残ってないからですね、日本の奈良あたりの真似するしかないんですね。まあ薄っぺらなもんでございますよ。だったら奈良行ってた方がよっぽどええやんという。で、彼は奈良に来ると、これはね、昔俺らが教えたったんやとか言って自己満して帰ってくるそうでございますけどもまあそういうところもね、あったでしょうけどね、別にみんな俺らが教えたったんやと思って帰っていくわけで、来たらええやん、どんどん奈良に、奈良の地下に餌やって、ほんまにまあそれはいいんですけどもですね、向こう人はこっちに来たがると。ただ彼らってね、もう徹底的に反日教育を受けてるんですね。小中高とですね、徹底的な反日教育を受けて、日本は悪いやつ、日本人悪いこといっぱいしたって言って、こう、いや、こう、これでもか、これでもかっていうぐらいに吸い込まれるんですよ、反日教育を。その割には来る人多いですよねその教育がなってないんちゃうの、君ら、ほんまに。もっとちゃんときちんと教育しなあかんやん。日本なんか行ったらあかんって、もうひどい目に遭うんやとかね、ちゃんと教育しなあかんやん、日本人悪いこといっぱいしてんろほんまに、日本人嘘ばっかりつくんやろ、日本人ずるいこといっぱいするんやろ、来たらあかんやん、そんな子にと私は思いますけどねちょっと教育がね、なってないですよ、それは。染み込んでないんで、日本来てみんな日本好きになって帰っていくわけですよね。で、何回も何回も来るわけですよね。まあ安いっていうのは一番でしょうけどね。ただ彼らってね、あれが読めないんですよ、漢字が読めないんですよ。中国人は日本来てもね、大体もう何屋さんかぐらい分かるわけですよ。僕ら向こうってはそうでしょ、大体何屋さんか分かるでしょ。でも彼らはそれができないんですね。漢字一切読めない。自分の名前さえ今書けない、読めないっていうやつが多いようでございますよ。情けない話ですかね。まあただ日本の看板とか行きますとですね、東京の繁華街なんかは英語で書いてあったりするんでね、その辺は彼らも見てわかるんだろうと思いますけども、やっぱりね、同じように見えて違ってですね、日本の方がいろんなバラエティがあるような気もしますしね、遊んでて楽しいでしょうし、日本人は道端歩いてる韓国人にですね、韓国なんか嫌いなんやーとかって叫んだりしませんしね。なんで、まあ彼らもですね、居心地は悪くないでしょうし、ですね、大声でハングルを喋っていてもですね、韓国を喋っても我々白い目で見たりしません。ああ、じゃあもう韓国の人やなと思うだけで。ソウルでね、大きい声で日本語喋るのはね、なんとなくはばかられますね。コソコソコソと喋りながらですね、行くような感じがしますけどもですね、やっぱりいるわけですよ。この前もですね、YouTuber が行って怒鳴られてましたけど、ああいう目に遭う可能性が非常に高いんですね。だからですね、日本人やとわからん方がいいわけですけども、日本でね、マナーのいい国でございますから、韓国の方が来ててもですね、石投げるなんてことはございませんし、日本人は、きちんと対応してサービスをしているということで、今だに日本の人気が高いと。このままいけばですね、来年あたりはですね、800万とか900万くるんじゃないでしょうかね。下手したら1000万超えたりするんじゃないですかね今の円安が続けばですね、1000万超えたらですね、5人に1人ですからね。まあね、
来たも来るのはええねんけどね、業さんお金使うてるとそういう感じでございますね。このですね、著作オンラインのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。あ、出てた。1位東京、2位、3位大阪、4位福岡ですって。はい、皆さんどうもありがとうございました。